普段カップラーメン食べませんけど、もう数年食べてないカップラーメン、これすごい食べたいと思ったので、なんか買っちゃいました。タイのトムヤムクンヌードル、全然新しい商品とかでもないと思うんですけど、なんか美味しいと噂なので、今日のお昼はこれとサラダとチキンカツ丼久しぶりに作るな、カップラーメン。1000まで入れたらいいんだよね。蓋の上で温める。これでいい、ね、召し上がり直前に入れるやつ、楽しみ、超久しぶり。いただきます。トムヤムペーストをね入れるっていうのがなんかいいね、別ソース。あ、すごいレモングラスの匂いするな。多分最後に食べたのカップラーメンはあれだな、よっちゃんとハイキングした時に頂上で食べたやつ、5年前ぐらいかも。いただきます。うん、おいしい。辛い、ちゃんとってたら失礼だけど、トムヤムクンの味がする。酸っぱ辛くて美味しい。上前です。こんばんはかな、4時半ですね今、はい、今あの美容室にね友達が行くっていうことで、アメリカからの方で、通訳がてら美容師さんにもね用があったので行ったんですけど、まあ、その美容師さんっていうかその方と今ずっとね仕事をしてて、あのアートチームを作ってて、あの2人でね結構プロデュースして作品撮ったりするんですけど、今日ねこの渡すものっていうのが、この間ね撮影した時に撮影をした方で、この写真をね現像してほしいっていう方がいたんですよ。で現像した写真を写真台紙にね入れて、でそれであの欲しいということで、印刷してその写真台紙に入れてっていうのを今届けていきました。まあ、大体ねデータで納品すること多いんですけど、まあ、あのそういう注文があれば全然あの写真台紙でね入れて渡したりとか、あの現像してお渡ししたりとかするんですけど、2人いたんですけど、この方たちが、まあ、なぜ現像してほしかったかというと、まずこの説明をしたわけですよ。データでお渡しで、まあ、何枚何枚って話をした時に、データって何って言われたんですよね。データっていうのは、まあ、こうで保存もできますしみたいな話して、このカメラはあのフィルムカメラではないので、とかねこういうの説明したんですよ。でその方2人がね70代の方で、データだとかパソコンとか、まあ、そういうシステムがちょっとわからない方たちで、まあ、その方たちが知ってる撮影の形っていうのは、まあ、写真を撮ってもらって、それを現像してもらって手元に来るという、でネガがあるっていうことなんですけど、まあ、私が使ってるカメラはあのフィルムカメラじゃないので、ネガをね差し上げることはできないですけど、データにってことで、一応あのデータっていうことをねなかなか理解してもらえなかったんですけど、一応そのお渡しする写真は CD ロムにもねデータ化して納品して、でプラスさっき言ったように写真台紙と現像した写真をね作ってね、それをなんかブックっていうか間としてお渡しするっていうことでね、さっきねこのサロンの方にちょっと置いてきたんですけど、もうねやっぱ写真をね現像して作品を作ったような感じでこうお渡しするっていうことをやったんですけど、やっぱりいいですね、すごくいいなと思いました。現像するのって紙にこうなんか落とすのって全然違うんですよね。今回あの使った用紙が、名前ちょっと忘れちゃったんですけど、今度忘れしちゃってるんですけど、あの表面がねちょっと粒子みたいな感じで、ちょっとマットな感じになるんですよ。あのキラキラしてないっていうか、
光沢紙みたいなああいうのじゃなくて結構マットな感じの高級感があるというか私は好きな、紙のね種類なんですけど、それで、印刷してこうデータ携帯とかでねなんか見るのとやっぱり現像して見るのって、まあ、写真のね色だったりとかクオリティとかそういうのも違いますし、現像したらこういう表現なんだなっていうのとかねやっぱ見たらすごい嬉しくなりますよね。せっかくねこういいカメラで撮ったりとかして、まあ、携帯でね写真を常に今なんかスマホでよく見るじゃないですか。保存するところもスマホだったりとかデータをパソコンで見るっていう、でしかもそのパソコンもキャリブレートされてるパソコンじゃないし、まあ、スマホもねその会社によって色のなんか癖があったりとかやっぱするので、その自分がこう表現したかったっていうこの表現をなんか正確にできてるかって言われたらかなり疑わしいものがやっぱりあるので、まあ、そういう時に写真にねちゃんと現像して出すっていうのはね、なんかこうフォトグラファーとして、まあ、こういう表現者としてなんかすごい考えさせられるものがあるというか、あすごい良かったなーっていう、まあ、それをねあのお届けできて良かったなーっていう感じですね。であとはねやっぱりL 版とかねこう写真現像するのって普通に現像するんだったら L 版とか多いと思うんですけど、まあ、ちょっとねちょっと引き伸ばした大きめのやつとかねに印刷するのもねやっぱいいなって思いましたね。今回やったサイズは6切りだったんですけど、6切りサイズっていうやつで写真台紙がね三つ折りで3枚写真が貼れるやつだったんですけど、自分の写真も現像しようと思いました、はい、部屋にね飾りたいんですけどね、なかなかなんかこれ言って 2,3 年になると思うんですけど全然、現像できてないですね。梅雨なのにね全然沖縄雨降らないんですよね。今度もそうなのかちょっと分かんないですけど全然雨降ってなくて、毎日お天気ですね、天気がいいです、はい、ちなみに今日のセットアップは、A7S3 と35mm f1.4 のレンズで撮ってます。 A7S3 もね全然写真綺麗に撮れるので結構持ち歩いて、まあ、動画も写真もできる、まあ、ハイブリッド機としてね結構持ち歩いて遊んでるんですけど、まあ、日常使いにすごい重宝してる、今カメラですね、はい、動画も写真もこれで結構最近撮ってますね。ということで、Vlog 毎日上げてるので動画良かったらいいね評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。では皆さんまた明日お会いしましょう。